おととい来やがれ。 なかなか森を抜けられませんね。 まさかこれが呪いなのでは。 どうしましょう、ユーリ。 本当に呪いはあったんですよ。 違うだろう。 もしかして、ユーリは方向音痴です？ いや、違うぞ、多分。 もしかして私が？ どうしましょう。 バカにつける薬はないって言うけど、 方向音痴を治せる薬はあるもんかね。 忙しいガキだな。大丈夫ですよ。あれ、魔物が女の人に。
何や。僕はカロル・カペル。魔物を買って世界を渡り歩くギルド魔界の剣の一員。俺はユーリ、それにエステルとラピードだ。じゃあそういうことで。あ、ちょっと、二人は森に入りたくてここに来たん。いえ、私たち森を抜け、嘘、呪いの森を。あ、ならエッグベユーリ、知ってます。さあ、見て。そっか、なら僕も町に戻ろうかな。あんまり待たせると絶対に怒るし。二人だけじゃ心配だから、曲がりの剣のエースである僕が町まで一緒に行ってあげるよ。ほらほら、なんだって僕はブラスティアだって持ってる。あれ、二人ともなんでブラスティア持ってるの？魔物の情報ですね。でも途中から全部白紙。これからどんどん増えていく予定なの。ちょっとねえ、勝手に。エースの腕前も剣が折れちゃ披露できねえな。いやだな、こんなのただの歯。あれ、なんかいい感じ。ちょ、あ、ここわかってんの。ハルルは森出て北の方だ。もう置いてかないでよ。ラピードって何者？犬なのに武器使うし、牙とか爪があるのに。爪とか牙使うのは犬の戦い方だしな。え？だってラピードは犬ですよね。ラピードはラピードって生き物だよ。何それ。なんであれ、こいつは自分のこと犬だと思ってない。だから武器を使って攻撃するし、道具も使う。でもだからといって自分のことを人間だとも思ってない。よくわからないけど、木ぐらいのようなものを感じます。だろう、敬えよ。ねえユリ、もしかしてラピードの言葉訳してる？気のせいだろう。リベンジなら受けて立つぜ。おしゃべりできる仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細くじゃなくて退屈でさ。ああ、そうだな。ああ、カロル、後ろに魔物が。で、悪い、見間違いだった。ちょっと脅かさないでよ。急に賑やかになりましたね。
に任せて。戦い足りねえかな。戦い足りねえぞ。カロルの剣折れたままですけど大丈夫です？うん、なんか軽くて逆に使いやすくなった感じ。剣に振り回されずに済むわけか。そりゃ良かったじゃねえか。さすがどっかのギルドのエースだな。ちょうどいい長さに折らせるなんて。ユーリ、もしかしてわざと折ったんです？俺そんな器用じゃねえよ。すごい数です。まとめて倒すよ。地図ですよ。どれどれ。ってなんだよこれ、白紙ばっかりじゃん。俺じゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです。地図といえば測量ギルド。それも天地の穴蔵のは本当にすごいんだから。一流ギルドの人間ならみんな持ってるんだよ。その理屈で言うとカロルも持ってんだろ。見せてくれよ。僕くらいになるともう地図も必要ないんだよね。それは残念です。ぜひ見たかったのに。
ラピード、どうして怒ってんの？ちょっと待って、まさか僕を食べる気？助けてユリ。どうかしたか、カロル。なんでもないよ。勝手に賑やかなやつ。ここが花の町ハルルなんですよね。うん、そうだよ。この町、結界ないのか。そんなはずは。二人ともハルルは初めて？そっか、だったらハルルの木のシルトブラスティアも知らないんだ。木の結界？ブラスティアの中には植物と融合し、有機的特性を。その代表が花の町ハルルのチルトブラスティアだと。博識だな。で、その自慢の結界はどうしちまったんだ？役に立ってねえみたいだけど。毎年満開の季節、ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われ、シルトブラスティアが、魔物はやっつけたけど、木が、ごめん、用事があったんだ。じゃあね。勝手に忙しいやつだな。エステルはフレンを探すんだよな。おとなしくしとけって。それにフレンはいいのかよ。
私に。なんと、それは。そんなのいりません。すごい、痛みがなくなった。いえ、そんな。いやはや、なんとお礼を言い。いえ、本当にいいで。謙虚なお嬢さんだ。まったくですよ、騎士に護衛をお願いしても何もしてくれないんですから。まあ、帝国の方々には私らがどうなろうと関係ないんでしょうな。嘘、そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけは。おお、今年は結界の弱まる時期。偶然町に滞在し、巡礼の騎士って。その騎士様ってフレンって名前じゃない？ええ、フレンシーフォト。まだ町にいるんですか？いえ、結界を直す魔導士を探すと言って、行き先までは東の方へ向かったようです。そうで、でもここで。よかったな、追いついて。はい、会うまでは安心で。ハルルの木でも見に行こうぜ。はい、ユーリはいいんです、コア泥棒を追わなく。木見てる時間くらいは。カロルってやつ、なんとなく挙動不審だな。少し落ち着きがない感じはあるけど、悪い子じゃなさそうですよ。確かに悪巧みするようには見えねえけど、なんか妙なこと考えてるような気がするんだよな。自分と似てるから余計にそう思うんですね。俺とあいつが似てる？ええ、なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか、だから私嫌いにはなれないです。ほーん、不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で意外と人を見てるんだなと思ってな。もう、ユーリったら。はぁ、人違いか。ずいぶん待たせたからな。怒って満開に咲くハルルの花。カロル？どこ行っちゃったんだろう。カロル？一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい。武器も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。おさんも戦っていいって言ってくれるね。フレン様みたいに。おお、あんな子供まで。早く結界が戻ればいい。そうだな。レイドン砦じゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。そりゃ無理もないけどさ。皆さんが安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。Thank you.